4年前の参院選をめぐる買収事件の取り調べ中、検事からの利益誘導を疑わせるやり取りを録音し、これを明らかにしていた元広島市議の初公判が開かれ、被告は無罪を主張しましまた。検察による取り調べでの利益誘導疑惑の浮上後、初めて姿を見せた木戸恒安被告。 4年前の参院選をめぐり、河井克元法務大臣から現金を受け取った疑いいで起訴されています。この取り調べでは検察が不起訴を示唆し買収を認めさせるようにしたとする音声データの存在が明らかになっていますきょうの初公判で木戸被告は現金を受領した認識はなく選挙運動の報酬という認識もなかったとして無罪を主張さらに弁護側は 取り調べで不寄層・示唆する誘導があったなどとしました。一方、検察側は現金の趣旨を認識した上で受領したなどとしました。後半後の記者会見で担当の弁護士は、検察の捜査は行き過ぎだったと改めて主張。一方、音声データと供述調書は裁判の証拠になっていないため、裁判で有利になるとは思っていないとの認識を示しました。